みんな活かしてる？そう、ついに来た。フェスのお時間なんだけど、なんか服の色違うくない？気合い入れてますね。今回服の色まで変えてきたか。マヨ派かケチャップ派かということですね。ほう、美術大学。そういえば、フェス限定のステージがあるんだとか？特別なステージ、ミステリーゾーン。はい。そう、熊さん紹介からアルバイトの募集のお知らせです。お構いなしだぜ、あいつら。さあ、これよりフェスのお時間となっております。さあ、いっか。でもね、僕今日バイトなんすわ。悲しいな。いっか。待っていたよ。いつも通りだね、ここは。うん、まあいいでしょう。参りましょう。この状況下でもなおバイトを行うバイト戦士は、おそらく相当な修羅でしょうね。いるし、普通にいるし、よろしくお願いしますでし。はい。さあ、バイトバイト。ん？なんか右下の挙動がカクカクだったけど大丈夫かな？よろしくお願いします。というわけで、なんかいつも通りだね。よいしょ。さあ、よし、頑張ろうか。こんな日にバイト入れちまった自分が悪いんだぜ。フェスの日程をちゃんと確認しておこうな。まさか被らせてくるとは思わなかったんですよ。ましてや、初回からね。ちなみにあと数分で終わるはずです。このバイト。クマさんも、さすがに、フェスに行きたいんじゃないの？という感じで、今回の武器は結構ね、特徴はありますが、使い勝手が意外といいみたいな感じだと思われ。雑魚のお掃除しつつ、あっちになんか見えたからね、肩パッド。間に合うかな？間に合ってる。よし。反射してくれてることを祈って、こいつを潰しておきます。よし。落ちるよ。気をつけて。撃ってない。さすがです。カリスマー。アルバイター。そう。今頃皆さん、もしかしたらすでに永遠のマヨネーズボーイガール、ケチャップボーイガールになってるかもしれませんが、我々は永遠のバイトボーイ&ガール。彼らに負けない。あ、よかったよかったよかった。活躍をしていくよ。ボムボムボム。あっぶね、落とされる。セーフ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 。気をつけて。どっから来てる。ヘビか。これは私か。私じゃねえ。私か。まあでもこれでつって、よし、倒してくれるでしょう。オッケーオッケーオッケー。おれ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 。オッケー。ヘビ来てんな。ほい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 。あのヘビはちょっとヘビじゃない。タワーは倒しに行きましょう。ああ、倒す必要ねえわ。どうせ金くらい拾えねえ。めっちゃ狙われてるけどなこれ。よし、まあ安全確保ということで、残念ながら左にも金いくらがなかった。あんま結果的には変わってませんが、よしよしよし。まあ初回として27個回収は上出来ではないでしょうか。ガロン。これなら爆弾も枯れるし、いい感じの武器ですよね。今回は、うん、個性もあるけど使い勝手も射程もある感じが多い。まあ油断ぶっこくと、よいしょ、インクが切れるので気をつけましょう。おっと、これ落としておいた方がいい。倒してしまいたかったな。まあ倒しましょう。はしゃー。くそ、勝って。いきなりこれ2体っていうのはきついよな。オッケーオッケーオッケー。よしよし、お腹すいたな。痛い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 。よいしょ。ちなみに私は今回マヨ派として参戦しておりますゆえ、よろしくお願いします。マジかよ。まあ大丈夫大丈夫、ここで待機しておきましょう。すぐに拾えるようにね。 OK。 結構あのタワーがくせ者のようですね。借りに行くか。急いで行こう。ちょっと邪魔すぎるね。ほい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 。 OK。 あっちにもタワー来てんね。これ反射した方がいいんじゃね。 OK。おお、
こっち来るな、おい。処理して、大丈夫大丈夫。安心して。こういう時こそ冷静にね。爆弾くん潰す？ほら。ちょっと、あかんかった。よしよし、ちょっと動く。まあ、ノルマは達成してるんで、ちょっと安全に行きましょうか。雨も、爆弾も、ミサイルもって、ちょっとこれはちょっとあまりにも危なすぎるね。オッケー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 。ウェブ2、過酷な現場だ。おそらく、バイトしてる人が少ないのでしょう。その分の芝寄せが、今、ね、働いてる我々にかかってるわけで、ね、うん、皆さんもぜひフェスが終わったら、直ちに現場に戻っていただきたいところですね。運び屋来るかな？来ない。グリルかよ。どこどこどこ？このクソ大事な時にチャージャー担がされてんだけど、きついな。え、やばくない？これ。ちょっと待って、小鮭がやばいんだけど、すごい狙われてる。邪魔すぎ。ちょ、小鮭やめてくれ！ほんとやめてくれ！小鮭、話せばわかるから、ちょっと。あいつを狙わなきゃいけないんだよ。オッケー。おいおいおい。ちょっと急いで、この間に運んでおかないとね。ちょっと、いくっそ、チャージャーやりづれえな。どこ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 。本体どこ？いた。お、よし。もう2体増えちまったか。オッケー。今回私着地でもねえからな。私が狙われているから、ここでちょっと、オッケーオッケーオッケー。くるくる、ごめんね、段差を利用して。くっ、あとよ、あと3ついるんだよね。オッケーオッケーオッケー、よしよし、これ全部入れるわ。あとは逃げるだけでいける。わあ、マジかよ。あぶね、ここ抜けれるんだ。へえ。じゃあちょっともうここはノルマクリアするべきなんで、こっち行きますね、より安全で。ただこっちはちょっと回収遅いかなという感じで、今回はあっち付近でやってました。まああとは逃げればいいだけなので、行けますね。オッケーです、無事ノルマ達成。こうしてみると小邪気やべえぞナイスナイス。うん、ちょっとプレッサーのちょっと使いどころがちょっと今回なかったのが惜しいところでしょうか。まあでも無事ノルマ達成したので、さっさと帰還しましょう。グリルンが出たので、ちょっと目標、個人的な目標の60個に到達してないのがちょっと悔しいですかね。まあまあまあ、いいでしょう。どんな時でも安定したお仕事をいたしますよ。なんたって達人ですから。当然、現地解散さ。というわけで、じゃあ、トルネードにまたがって帰るか。なんか、どっかのアニメのキャラクターを思い出す感じの、ね。移動方法ですが、こんなマシンあったんですね。皆さんの、そう、ワンの時のスペシャルウェポン、トルネードもこのようにしてお届けされていたのだ。あっちぜ、これ。もう、見ただけで熱いステージだ。さあ、これ終わったらフェスだぞ。頑張って帰ろうな。自宅へ。マイホームへ。行くぞ。ヒュー、あー、最悪。やってくれんじゃん、今の。100点満点の罠だね、今のは。ちょっとやられちまったぜ。しかし今日の私の、そういえばバギー使うのは珍しいですね、私。まあでも、エンジンはフルスロットル。パワー全開だぜ。バナナを回収、あれ？バックしてるな。どうやらキノコが欲しかったらしい。しかし、一周目でやるべきことではないのではないだろうか。ここら辺にバナナを置いておいて、ちょっとバナナの消費が結構早かったです。しかし問題ない。オッケー。3位。1早いな。この部屋、結構ね、レート高い人いるんで、気をつけましょう。コイン0枚っていうのが辛くてな。かといって、コインのルートをそのまま通ると間違いなく的にされる。気をつけたいところだ。さりげなく拾いたいね。今度は罠がないはずだ。よし。バナナ3つのガードは固く、基本的には破られないはずだ。危ない。ここで、ここだな。危ね、危ね。オッケーオッケーオッケー。5枚5枚。まだ足りない。あ、やっべえ、やっべえ、やっべえ。ここは堅実に1枚だけでいいでしょう。おい、怖い、怖い。ここさっき私自分で仕掛けたバナナあるからね。で、ここでグッといって、で、さらにスターでこれで無敵をつけたが、特にサンダーは来ないね、こういう時に限って。残念だ。お、いいね、いいね、いいね。このタイミングかな？早すぎたか？この次の方が良かったかな？まあ気にしても仕方ない。
目の前の人、おお、よし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 、待ってたぜ。ガード剥がれてんだよな、あなたの。分かってんで。さらに追撃、1位は私だけでいいんだよ。いけるぜこれと思ったけど、やべえぜこれ、これやべえぜこれ目の前の人のガードがどこ行った、あそこか。おお、なんであんなところ行ってんだ、これ行ったんじゃね、行ってねえ。何、どうやって突破したんだ、あれキノコだったか。まあ身を固めようか。まあと思わず、なんかねえ、帰宅とか言いながら同じところ参照してたような気がしますが、多分気のせいです。というわけで、次回こそはフェスだ。ありがとうございました。